モンテ・サンタンジェロは、イタリア共和国、プリリア州フォージャ県にある、人口約1万2000人の基礎自治体。サンミケーレの聖域は、大天使聖ミカエルゆかりの巡礼地で、世界遺産、イタリアのロンゴバルド族、県政の足跡を構成する物件に登録されている。モンテ・サンタンジェロ・モンティ・サン・アンジェロという地名は、聖天使の山という意味であり、この、 聖天使サン・アンジェロは大天使聖ミカエルを指す。すなわち、フランス語のモン・サン・ミシェルと同種の地名である。フォッジャ県北東部に位置し、アドリア海に面するコムーネである。モンテ・サン・タンジェロの町は、ガルガーの山の南側の山腹に位置している。隣接コムーネ・モンテ・サン・タンジェロ郊外には、大天使ミカエルが現れたという。 大天使の洞窟を中心とする、モンテ・サンタンジェロの聖域がある。伝承によれば、五世紀に三度にわたって、大天使ミカエルが姿を見せたという。当地を治めていた、ランゴバルド人たちは、大天使の洞窟の上に建造物を建てて、聖域とした。その後、幾世紀にもわたって、大天使のゆかりの地をめぐる、巡礼の目的地となった。モンテ・サンタンジェロの街が、 資料に登場するのは、ようやく11世紀のことである。11世紀後半、この町は、イタリア半島南部の広大な領域とともに、ノルマン人の支配下に置かれ、1081年から1103年に、かけては、東ローマ帝国から、モンテ・サンタンジェロ博に封じられたエンリーコが宮廷を置いた。13世紀には、シチリア王カルロ一世が、 サンミケーレの聖域の整備を行った。17世紀にはナポリ王国の地下となり、19世紀にイタリア王国に併合された。モンテ・サンタンジェロの経済は依然として農業や牧畜業によるところが大きい。サンミケーレの聖域に関連する観光業部門も一定の割合を占める。県とフォッジャとの間は、 剣道 SP55 によって結ばれている。ありがとうございます。